ウィミ、どうも、ミーナです。今日はラビリンスの動画です。ということで、とりあえずね、新しいラビリンスを組んできたのでやってみようと思います。では対戦よろしくお願いします。はい、1戦目はね、純粋なラビリンスの展開を見せて、2戦目にライブツイン、ビビルツイン、どっちで言えばいいんだろう。まあライブツインでいいか。ライブツインの展開をお見せしようと思います。ではやっていきましょう。ということで、まず相手ターンに白金のラビリンスを出してガンスセットで、手が怖かったんで多分動かなかったんだろうけど、もう合金まで来てだって、合金引いて、あれ気薄いねエクストラもう3枚しかない終わった。ラビリンスの展開がもうできません。でライブツインリーラストリートはデモングリッチで破壊する対象に選べるので、裏側でセットしておきます。でまた相手が何もできなかったので、ウェルカムラビリンスでアリアンナダーシーってラビリンスプリンス、あーホープデッキだったっぽいな。なるほどね。まあ確かにホープデッキだったら無限放流で止まっちゃうからな。リーラ破壊してラビリンスの展開を通すと、で手札に2枚目のお姫様もいるので、これでもう盤面の打点がねとんでもないことになると。あーこの召喚室かわいいこの召喚室が見たいだけでだよな。マジでもうこのデッキを組む理由って最高だよこのデッキ。あー萌えが詰まっとるんじゃ。次3体で殴って、さっきも1回殴ってるからリーサルーということで、次のライブツインの展開を見に行きましょう。セルフィン、ありがとうございました。2戦目、対戦よろしくお願いします。お、ということで、はい、リーラがいるので、ライブツインの展開からですね。で、ウェルカムラビリンスも手札に入ってるんで、このままライブツインの展開を切った後に、白とウェルカムラビリンスを展開してデッキからお姫様を特殊召喚しつつ、プリテでお姫様を特殊召喚して、白の効果で、カードを選んで破壊できるんで、おおすごい金満だと思われ、最強か出せるんでっていう感じですね。でトラブルサニーで相手ターンにプリテで分離して、リーラの効果で相手のカードをまた1枚破壊できると。まあ同点何もできるわけもありません。はい、ありがとうございました。デッキを見に行きましょう。ということで今回のデッキはこちらです。では1枚ずつ見ていきましょう。まず1枚目、ラビルエンスクロックが3枚。このカードは入れるか入れないかではっきり分かれるカードだと思うんですけれども、このデッキのアリアンヌとアリアンナを両方入れてる場合だと、ランク4を立てるときに、このカードを先行1ターン目で使うと、ウェルカムラビリンスも打てるということができるので、それを踏まえて今回このカードを3枚積みにしてます。次、ラビリンスストービー、これも3枚。これもデッキからラビリンス、魔法トラップカードをセットできるので、まあ3枚安定かなっていう感じですね。次、ラビリンスサーバンツアリアーヌ、このカードは入れるか入れないかっていうと入れない方の人の方が多いとは思うんですけども、今回採用した理由として、まあ、ランク4が立てられるようになると、このカードから手札の、トラップを1枚捨てて、もう1枚の、緑色の髪の毛の方のやつを出して、でそこからランク4を立てれるっていう展開ができるのと、後でちょっと一回説明するんですけど、このカードと、トラップと、もう1枚の初動で、の3枚初動で、姫様と、DDD 社長王と、あとウェルカムラブリンスを貼るっていう展開が確かできたので、それをちょっとやりたくて今回は、このカードは3枚にしてみました。はい、次、ラビリンスサーバンツアリアンナ、このカードで基本的に、ラビリンスの、フィールド魔法ですね、これをセットするか、ウェルカムラビリンスを手札に加えるっていう動きをする形になります。
次、白金の白ラビリンス。このカードは今回2枚にしてるんですけど、理由としてはこのカード自体に特殊召喚する効果がついてないからですね。なのでウェルカムラビリンスからしか特殊召喚ができないです、基本的に。それか、他のラビリンスモンスターたちをリリースしてアドバンス召喚するかっていう形になるんですけど、それを踏まえると3枚あっても別に嬉しくないかなっていう枠ではあるので、今回は2枚にしました。次、ラビリンス、ラビリンス、このカードがフィールド魔法で、このデッキのメインギミックになります。ラビリンス通常トラップが発動したら、フィールドのカードを選んで破壊できるっていう効果が、毎ターン1回使えて、自分がラビリンスカード以外の通常トラップを発動したら、手札墓地から悪魔族モンスターを選んで特殊召喚するで、姫様も出せるし何でも出せるしっていう感じで、蘇生効果も持ってるので、このカードのおかげで死者蘇生とかを積まなくてもいいかなっていうのが、ちょっとこのデッキの嬉しいところかな。あとサーチ手段が高いんでね。次、ラビリンスセッティングも2枚、まあ2枚にしてるんですけど、抜きたかったら抜いてもいいです。まあ45枚デッキにするにあたって2枚入れただけなので。次、ウェルカムラビリンス。基本的にこのカードで毎ターンアドを取っていくっていう形になるので、 UR でちょっと生成するの大変だと思うんですけど、絶対に3枚生成してくださいっていうカードですね。デッキから、ラビリンスを特殊召喚できるっていうのと、墓地からこのカードをフィールドにセットするっていう効果がついているので、まあ1回場から墓地に送られればもうずっとそれから使い回せるかなっていう無限リソースになれるので、結構優秀ですね。3枚必須です。次、フェアベルカムラビリンスは、今回、キラカードが出たので1枚採用してるんですけど、まあ好みですね。採用しなくてもいいかなと思います。あんまりこのデッキだと制圧力が強いので、相手に攻撃されるっていうところまでいかないことも多かったので、抜きたかったら抜いちゃってもらってもいいと思います。でも結構入れていると使いやすいカードでもあります。次、デーモングリッチ、このカードが結構優秀で、ラビリンスクロックとストービーは墓地から復活する効果もついてるので、このカードで落とすこともできるっていうのを考えて2枚入れています。次、ライブツイン側が、まずキスキルが1枚で、リーラが3枚です。次、キスキルフロストが1枚。これは別にキスキルフロスト持ってなかったら普通のキスキルでもいいですし、普通のキスキル持ってなかったらキスキルフロストでもいいですっていう感じの枠ですね。まあキスキルが合計で2枚あればいいかなっていう感じで、シークレットパスフレーズなんですけど、今回1枚にしてます。元は1枚にして足りなかったら増やそうかなって思ったんですけど、まあなんか回してると1枚で足りないこともないし、なんなら1枚もなくてもいいかなって思えるぐらい手札に来ちゃうんで、まあなかったら入れなくていいです。次、イビルツインチャレンジ、このカードは1枚入れておくと楽です。次、キスキルが3枚、強欲で金満の壺を入れてる関係で、キスキルと、リーラーは両方とも3枚ずつ入れておくのが安牌だと思います。ちょっと SR で生成しづらいんですけどね。ということで、リーラーも3枚、そしてトラブルサニーが2枚です。1枚だと、分離した後に再展開するときにこいつを出せないのでちょっと不便かな。2枚は欲しいけど、まあ、3枚はなくてもなんとかなります。2枚は欲しいですね、やっぱり。それでここからが汎用カードになるので、ここからの紹介カードは、まあ、参考までにということで、増殖する G が3枚。まあ手札の罠のリソース量がそのまま制圧力に直結するので、まあ、3枚合ってると楽かなって感じ。ハルルラが1枚、3枚入れたいんですけど1枚しか持ってなかったからまあUR でね、生成しづらいんだよな。まあ、3枚入れとくと楽かな。強欲で金満の壺が3枚。まあ、このカードは3枚安定かなという感じ。このカードのおかげで安定感があるし、このカードがないとちょっと安定感に欠けるデッキになっちゃってますね。強制脱出装置が2枚。まあ、このカードは、相手のモンスターを対象に取らないといけないので、対象に取れないモンスターが増えたら抜いちゃってもいいと思います。今は2枚ですね。メタバースが1枚。このカードで、ラビリンス・ラビリンスっていうフィールド魔法を持ってくれれば、ウェルカム・ラビリンスをデッキから加えられるなということだけで1枚入れてます。無限抱擁が1枚。まあ本当は3枚入れたいんですけど、ちょっと1枚しか持ってなかったので今回は1枚にしてます。まあ持ってたら3枚にした方がいいかなっていう感じはする。
ドラゴマンパニッシュメントが1枚、まあ2枚か3枚かは好みが分かれると思うんですけど、僕は1枚で十分だと思ったんで今回は1枚にしてます。ラストレッドリブートが2枚。まあこのカードが通常トラップじゃないんですけど、単純に、神の宣告とか通告とかそういうのがちょっとこのデッキきついので2枚入れて対策してますって感じですね。ではエクストラがヌートス1枚、ドラグマバニッシュメントで墓地に送るようですね。で、ジャッジバスターは、ストービー2枚で出せるんですけど、基本的にこれは強欲で金満な壺の素材と思っていてもらっていいです。適当に好きなカードと入れ替えてください。インベルズローチも同じですね。悪魔族のエクストラから出せるモンスターのレベル4っていう、ランク4っていうので1枚入れてるんですけど、別にこのカードじゃなくてもいいです。てかこのカードを出したことは私は1回もありません。こいつもそうですね。こいつも、まあ出せる可能性があるから入れてるけど、基本的に強欲で金満な壺の素材になって終わりです。バグウスカは結構よく使えますね。1枚は入れておくと便利です。手札がちょっと悪くてもバグウスカで制圧して相手の展開を止められるので強いですね。トロイミアフェニックスはまあデッキに入れてる割にあんまり使わないですね。ただサイバース族のキスキルとかリーラを、トロイミアフェニックスに変えた後に、雷合の素材にするとかができるのがちょっと便利かなっていう感じで、雷合なんですけど、ぶっちゃけあんまり使わないかな。普通のライブツインを組んでるので生成しただけであって、まあ持ってなかったら入れなくてもいいです。別のカードでもいいです。ということで、これからちょっと一瞬だけ、今回ね採用しなかったカードとその採用しなかった理由についてね説明しようかなと思います。まず1枚目はこれ、ラビリンスサンドラですね。ラビリンスサンドラは墓地から自分のトラップが発動した時に手札に加える効果を持ってるんですけど、まあ基本的にこいつと、ストービーを3-3で積んでる構築が今は多いかなと思うんですけど、まあシャンドラはなくてもいいかなという理由だけで抜きました。っていうのもこのデッキがそもそも今45枚デッキなんですけど、これが要するに、ルーンとかのデッキを破壊してくるタイプのデッキが流行ってきて来た時に対応できるようにっていうので45枚にしているので、まあ単純に手札にこれ以上トラップが来ない確率を上げたくなかったんで入れませんでしたってだけ。ラビリンスデーモンも一緒の理由ですね。まあこのカードを採用すれば盤面の火力は上がるんですけど、別に火力を求めてるデッキじゃないんで。で、ラビリンスバラージュはまあ使うタイミングがなかったんで抜けました。そして最後にさっきもちょこっと話した DDD 社長デスマキナ、通称社長ですね。このカードを、展開するルートがあるのでそれについて説明するのと、なんでこのカードを入れなかったかっていうと、まあ強欲で金盤な壺とこのカードはちょっと相性が悪いのでそれで入れなかったってだけですね。では展開見ましょう。はい、まず何でもいいので通常トラップと、サーバンツアリアンヌと、時計ですねが手札にあるときに、まず時計の丸1効果で手札から墓地に送って、このターンセットした通常トラップを使えるようにします。その後アリアンヌ通常召喚してデッキからアリアンナを、特殊召喚したいよっていう効果を発動。この時に、アリアンヌの効果でですね、で手札からカードが墓地に送られて、アリアンナが特殊召喚されたので、アリアンナのデッキから、トラップカードをサーチしてくる効果にチェーンして、時計がですね手札に戻ってくるよっていう効果が発動するので、サーチの上にかぶせる形で、丸2で時計を発動します。両方とも場合なんでね確かできると思います。で、ウェルカムラビリンスを手札に加えてそのままセットして、で、ラビリンスクロックの効果でこのターンにセットしたトラップを1枚発動できるようになっているので、ウェルカムラビリンスを発動。白金の姫ラビリンスを選択してデッキから特殊召喚します。で、特殊召喚したウェルカム、ラビリンスの姫の効果で、ウェルカムラビリンスをもう1回セット。その後、フィールドのモンスター2台で、ランク4、DDD、トトウ・シーザーでしたっけね、を特殊召喚。で、このカードを入れない場合でも、ここでバグウスカが出せるので、
まあこのためにバグースが今回入ってて DDT 社長が入ってないなっていうデッキになってるって感じですね。まあここはお好みでって感じです。あのこの DDD の展開この後まだ続くんですけど、強欲で金満なツボで DDD 関連が1枚でも除外されちゃうとこの展開が続かなくなっちゃうので、まあ今回は皆さんにお見せするデッキだとちょっとネタ要素が強すぎるかなと思って入れませんでした。ただこれは DDD だけじゃないので出せるランク4は、ランク4自体も強いカードいっぱいあるし、まあ、それを踏まえて今回ここまではお見せしてる感じですね。じゃああとは流します。小さな上にテル重ねて DDD 社長を重ねて、展開終了ですね。でこの展開は、どういう状況になってるんぞやということなので、一旦お見せするとこうなっております。ドン。まずデスマキナが、相手のモンスターの効果の発動に転じてその、発動したモンスターのをエキシー素材にするっていう効果が、最大3回ですね。エキシー素材を2つ取り除いて効果を発動するので、2回発動した時に相手のモンスターに1回エキシー素材になってるのでもう1回発動できますよっていうのが発動できるんですけど、このデスマキナは効果を無効にするわけじゃないのでそこだけ注意してください。そして、お姫様が、トラップの発動に対して相手がチェーンできなくなる。でウェルカムラビリンスができたらラビリンスを一体特殊召喚する。そして、手札の時計が手札場からこれを捨てるとセットしたターンにトラップを発動できるっていうのが相手ターンでも使えるので、例えばデッキからラビリンスを特殊召喚するときに特殊召喚したときにデッキからトラップをセットするとかをやっても、クロックがいるのでもう一回発動できるよみたいな、そのターンにそのカードを使い回してラビリンスの効果を起動させることができるよみたいな展開が一応これでできるようにはなってますっていうくらいですかね。で、なんで僕が今回この45枚デッキにしたかっていうのをさっき一瞬説明したかと思うんですけど、まあルーンっていうのが同じパックで実装されたっていうのもそれはそうなんですけど、もう一個大きな理由があってこのカードですね。ちょっと前のタイプかな、パラドックスフュージョンを入れたルーンのデッキがちょっと話題になって、このパラドックスフュージョンっていうのがディムフィールドの融合モンスターを除外して、魔法トラップカードが発動したらその発動を無効に破壊する、自分または相手がモンスターを特殊召喚する際にその特殊召喚を無効にしそのモンスターを破壊するっていうののいずれかをまたは両方を発動することができるっていうカードを採用したルーンがちょっと流行って、なんかすごい話題になって、多分その関係でこれから1週間後ぐらいにルーンを組めるようになった人、要するに UR とかを集められる終わった人たちがルーンを使い始めたらデッキ破壊が流行るかもしれないので、まあそれを見越して45枚にしてるっていう感じですね。あとは単純にライブツインとラビリンス両方の展開ルートがあるっていうのと、ワナビートの要素が強いのでそもそもあんまり手札が何着ても強いかなっていうくらいの展開力を持ってるっていうのがこのデッキのちょっと面白いところなので、まあ、45枚でも何とでもなるじゃんということで45枚にしてました。ということで、今日の動画はここまで。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、グッドボタンもぜひよろしくお願いします。毎日投稿中です。ぜひチャンネル登録お願いします。あとですね、 APEX の配信とかあとはシャドーバースの動画なんかも上げているのでよかったらそちらの方も見ていただけるとありがたいです。 APEX の配信などに関してはですね、Twitter をフォローしていただければ Twitter で告知してから配信開始しますので、こちらよろしければそちらの方も合わせてご確認いただけると助かります。で毎日投稿中なんですが、もしも毎日投稿の、音がうるさいよっていう、あんまりピコピコ通知が鳴るの嫌だよっていう人は、通知ボタンだけねオフにしていただいて Twitter だけフォローしていただければ、新着動画に関してはですね Twitter でも告知しますので Twitter からも遷移できるようになってます。なのでそちらも活用していただけると助かります。ということで今日のお相手はリーナでした。またねー。